こんにちは、あやはれです。今日は私の生理前の一日の食事と過ごし方を紹介します。私の生理前に起こる辛い症状として大きく2つあります。1つ目は感情の起伏が激しくなり、いわゆる情緒不安定な状態になること。そして2つ目に食欲が増すことです。ダイエットをきっかけに生活習慣と食事を見直したおかげで、現在は以前と比べてかなり安定して過ごせるようになりました。今日はそんな私の一日のルーティンを紹介しながら、特に生理前に気をつけているポイントをお話ししていきます。初めて動画を見てくださる方に簡単に自己紹介します。以前から動画を見てくださっている方は概要欄からスキップしてください。私は2020年4月にダイエットを始め、特別な運動をせずに食事改善のみで163センチ58キロから2ヶ月で48キロまで減量しました。約1年半経った現在も体重をキープしています。私はもともと運動が大の苦手で、これまで何度も運動するダイエットに挑戦しては挫折を繰り返していました。そんな私が初めて減量に成功し、この成功体験が自分の大きな自信になりました。私と同じように運動は苦手だけど痩せたい人に向けて何か一つでも参考になればと思い動画を発信しています。今回は生理前にフォーカスした動画のため、私のダイエット方法について詳しく知りたい方はこちらの一日のルーティン動画を参考にしていただけると嬉しいです。朝起きたらまずベランダに向かい、太陽の光を浴びます。生理前に情緒不安定になってしまう理由の一つとして、女性ホルモンの乱れによるセロトニン不足が原因と言われています。セロトニンとは日光を浴びることで脳内に分泌される物質で、ストレスを軽減したりポジティブな気持ちを湧き起こしてくれると言われています。セロトニンは別名幸せホルモンと呼ばれているので、私はいつもぐーっと背筋を伸ばしながら幸せホルモンが生成されていると心で実感することで、いっぱい吸収できた気持ちになります。朝食に納豆ご飯を食べます。私は玄米を 160g ずつ冷凍保存しているので、水大さじ2をかけてレンジで解凍し、朝 80g、昼 80g 食べます。納豆の上にのせる卵を作ります。小さめのフライパンやお鍋に水をたっぷり入れて、酢大さじ1を加えて沸騰させます。沸騰したらできるだけ炭の方に卵を落とし入れます。白身が黄身に覆いかぶさるようにお箸で調整をしながら20秒数えます。火を止めて1分放置します。玄米ご飯に納豆をのせて、卵をのせて、ネギをのせたら完成です。生理前の朝食で大事にしていることは、しっかりタンパク質を摂ること。高タンパクな朝食を摂るとその日1日の食欲を抑えられると言われています。生理前に限らず、ダイエットを始めてから私は朝昼晩1食あたり 20g を目標に食事しています。なぜ痩せるためにタンパク質を積極的に摂り始めたかは、こちらのプロテインについての動画で詳しくお話ししていますので、参考にしてみてください。納豆にはセロトニンを生成する材料となるトリプトファンという栄養素が多く含まれ、玄米には生理痛を和らげるマグネシウムが含まれています。朝のタンパク質摂取はプロテインで補うことが多いですが、生理前はだるい体を目覚めさせるためにもしっかり噛んで食べるものにしています。お散歩に行きます。東京で電車通勤していた時は、駅までの15分間気が滅入りそうな日ほど携帯を見ずに顔を上げて、セロトニン生成時間だと思いながら歩くようにしていました。今は電車通勤がなくなったので、定期的に15分ほど散歩するようにしています。25歳の時にたまたま友人から PMS という言葉を聞いて、生理前症状について調べた時、自分だけじゃなかったんだと知って、すごく気持ちが楽になったことを今も覚えています。しかし当時仕事が第一優先だった私は、生理痛は薬で抑え、心の不安定さは気持ちの問題で片付けてしまっていました。
今も症状がなくなったわけではないですが、今の私は PMS の症状を治そうとは思わず、できる限りの予防をして、それでも起こる症状は受け入れて付き合っていくことを心がけています。温かいルーブスティーを飲みます。私は生理3日前あたりからお腹を下しがちになるため、冷たいコーヒーを控えるようにしています。コーヒーに含まれるカフェインには血管を収縮する作用があり、生理痛の原因になりうるため、生理中はできるだけノンカフェインの温かい飲み物でリラックスするようにしています。午前中の仕事をします。水分補給を忘れないように、水筒に水を入れてデスクに置きます。生理前の情緒不安定な状態は仕事に影響することが多々あります。普段は何とも思わない相手の行動や発言が気になってしまって、イライラしたり悲しくなったり。そういう時はメモアプリに全て吐き出すようにしています。内容は絶対誰にも見せられないようなものなのですが、自分の状況や感情をそのまま文字に書き出してみると、客観的に物事を把握でき、冷静になれます。頭の中でぐるぐる考えてストレスを溜めてしまう方は一度やってみてください。注意点としては、絶対誰にも見られないようにパスワードを設定できるアプリを使うようにしてください。お昼ご飯を作ります。今日は鮭のムニエルを作ります。材料は鮭1切れ、ニンニク1かけ、さやいんげん3本、ミニトマト3個、調味料にバター、片栗粉、塩コショウを使います。まず、鮭の両面に塩コショウをします。片栗粉小さじ1をまぶします。ニンニクをスライスします。さやいんげんは洗ってざく切りにします。フライパンにオリーブオイル大さじ1を入れて、ニンニクを入れます。ニンニクに焦げ目がついたら取り出します。鮭を両面焼きます。焦げ目がついたらバター大さじ1を入れて弱火にします。さやいんげんとミニトマトを入れて焼きます。お皿に盛り付けたら完成です。アオサのスープを添えます。水 150ml をポットで沸かし、スープカップに大さじ2の青さのりを入れ、醤油小さじ1/2、本だし小さじ1/2を入れてお湯を注いで混ぜたら完成です。超簡単なスープカップレシピはこちらの動画でまとめて紹介していますのでご参考ください。鮭は1切れあたり約 22g のタンパク質が含まれる高タンパクな食材です。魚の油は良質の油と言われており、血液をサラサラにし、生理痛や生理前症状を緩和してくれます。さらに魚の油は体脂肪の消費を促進し、脂肪燃焼効果も期待できると言われています。アオサやワカメなどの海藻類に豊富に含まれるマグネシウムは、生理痛を緩和してくれ、水溶性食物繊維が腸内環境を整えてくれます。午後のお仕事を開始します。午後も必ず水分補給を忘れないように、水筒に水を入れてデスクに置きます。生理前に甘いものやジャンクフードを食べたくなった時、どう対処していますか？という質問をよくいただきます。結論、食べたい時は食べます。ただ、できるだけ食べた後の罪悪感が少ない食べ物を選びたいので、間食で食べるものの優先順位を事前に決めています。大前提として、生理前にいつもより食べたいという欲求が強くなることは、女性ホルモンの乱れによる影響と言われていて、決して自分のダイエットへの意志が弱いからではありません。かといって、食べたいという欲望のまま好きなだけ食べると、食べた後に猛烈な罪悪感に襲われ自己嫌悪に陥るというのが過去私が繰り返していたパターンでした。食べ始めると気持ち悪くなるまで手が止まらなくなり、食べ終わった後は気持ち悪い。またやってしまった。自分に対する嫌悪感でいっぱいになって落ち込む。そして SNS を開いて他の人と比べ、不甲斐ない自分に涙が出る。これが私の生理前の週末ルーティーンでした。
こうならないために間食をしたい時に何を優先的に食べて満たすのが自分にとってベストか考え、具体的に何を食べるかの優先順位を決めました。まず最優先で食べるのが血糖値を緩やかに上昇させる低 GI 食品です。具体的にはナッツとフルーツをよく食べます。アーモンドやクルミなどのナッツ類は非常に栄養価が高く、全く罪悪感なく食べられるので常にストックしています。フルーツの果糖を気にする方もいると思いますが、フルーツは食物繊維が豊富で血糖値を緩やかに上昇させるものが多いため、私は優先的に食べるようにしています。あとは高カカオチョコレートや、最近はコンビニで低 GI 食品のお菓子がたくさん売られているのでお気に入り探しをしたりします。この日私が作っているのはみりんを使ったさつまいもチップスです。みりんは糖質が高い調味料として知られていますが、実は血糖値の上昇が緩やかな低 GI 食品なので、自家製おやつの甘みを足すのにおすすめです。みりん大さじ2に醤油を 1、2 滴垂らして、フライパンで煮詰めたシロップを作り、ナッツにかけたりさつまいもチップスを作ったりしています。私がよく作るダイエットお菓子はまた別の動画でまとめてご紹介します。私がなぜ血糖値を意識して間食を選ぶかの理由としては、血糖値が上がったり下がったりすることが体にも心にも大きく影響することを実感したからです。以前はよくコンビニでカップ麺やスナック菓子を大量買いして一気に食べていたのですが、そうすると体内で血糖値が急上昇します。糖質は体のエネルギー源なので、血糖値が急上昇すると一時的にエネルギッシュでハッピーな気分になれるのですが、一方体内では急上昇した血糖値を急いで下げようとし、今度は急降下します。血糖値が急降下すると急激に眠たくなったり、頭がぼーっとして無気力になったり、それに合わせて気持ちもだんだん落ちてしまいます。これがまさに食後眠たくなって体がだるくなり、気持ちが落ちて自己嫌悪に陥っていく原因だったと考えています。なのでできるだけ血糖値を緩やかに上昇させる低 GI 食品で食べたい欲求を満たすように試みる、これを心がけるようになってから、食べた後の猛烈な罪悪感や嫌悪感に陥る回数がかなり減ったように感じています。次に小麦粉を使わないおやつを選びます。具体的にはプリンやゼリー、小麦粉不使用のクッキーなどです。ショートケーキやホットケーキなどの小麦粉を使ったおやつは満足感があって美味しいのですが、私の場合腸内環境が悪くなったり胃がすごく重く感じるので、できるだけ小麦粉を使わないおやつを優先して食べます。家でお菓子を作る時も小麦粉の代わりに粉砕したオートミールやおからパウダー、大箱などを使っています。3つ目にタンパク質を多く含む大豆からできるあんこやきな粉のお菓子を選びます。タンパク質が摂取できるということで自分に言い訳できることがいいポイントで、私は全体的にお菓子は和菓子と洋菓子だったら和菓子を選ぶことが多いです。最近近所にある寒天カフェの寒天あんみつがとても大好きで、家で寒天を作ったデザートを作るのにもハマっています。それでもどうしても我慢できないときは思い切ってダイエット休息日にします。ダイエット中なのにと自分を責めないためにも、今日は休みと自分に宣言して、できるだけ明るい時間帯に思い切り美味しく食べます。この休息で仮に体重が増えてもダイエットをやめる理由にはならないし、生理が終わって心も体も元気なときにダイエットに取り組む方がいい結果をもたらしてくれる、いつもそう思うようにしています。夕食を作ります。今日は豆腐を使ってトマトソースのグラタンを作ります。材料は絹豆腐 1/2 丁、豚ひき肉 100g、 ナス1個、ほうれん草2束、玉ねぎ 1/2 個、にんにく1かけ、トマトソース 1/2 パック、チーズ適量です。まず豆腐をキッチンペーパーで包み、2分レンジで温めてしっかり水切りをしておきます。玉ねぎをみじん切りにします。にんにくをみじん切りにします。ほうれん草はざく切りにし、ナスを薄くスライスしておきます。フライパンに大さじ1のオリーブオイルを入れ、にんにくを入れて玉ねぎを入れます。玉ねぎの色が変わったら豚ミンチを入れます。トマトソースを入れて煮詰めます。
豆腐を崩しながら加えて混ぜます。耐熱皿にのせます。茄子とほうれん草をしんなりするまで軽く炒めます。耐熱皿に炒めた茄子とほうれん草をのせ、チーズをのせて魚焼きグリルで焼きます。焦げ目がついたら完成です。私は夜に玄米などの炭水化物を摂るよりも豆腐の方が胃に軽い感じがし、眠りやすくなるので豆腐を食べることが多いです。鉄分を多く含むほうれん草は貧血防止にもなるため、生理前から生理中は常にストックし、サラダに追加したりおかずに追加して積極的に摂るようにしています。生理前はできるだけ早めに布団に入り、布団に入ったら携帯を見ないようにしています。私は夜はどうしても思考がネガティブになりがちなので、無駄な情報を入れないためにも枕元に携帯を置くのをやめました。毎日それを習慣化していると、日に日に寝つくスピードが速くなっていき、睡眠の質も上がったように感じます。睡眠の質が悪いと感じている方はぜひやってみてください。本日もご視聴ありがとうございました。もし私のレシピの量だと少ないなと感じた方は、ぜひ量を増やしてください。おかずを増やしたり、玄米や豆腐の量を増やして、しっかり満足感のある食事をしてください。私は量を減らすことは重要視していません。今の自分に嘘をついて無理に減らしてもいつか心が折れます。ダイエットのゴールは、自分の太らない食習慣を身につけること。そのために今日、自分は何を選択して食べるのかを意識することが一番重要だと考えています。2ヶ月半ほど動画が更新できていない間もたくさんコメントをいただき、本当にありがとうございます。私事ですが、8月頭にお引越しをし、新しいお家での生活に慣れるのに時間がかかってしまい、なかなか動画が更新できずにいました。これからまた定期的に更新していきたいと思いますので、引き続きコメントにてご質問やリクエストお待ちしております。